毎朝配達ミルクサッカーアカデミー受講生の井上真央と申します。ノーミルク佐藤です。よろしくお願いします。先生はちょっと控えめな感じですけれども、プロサッカーデータマンと乳製品アレルギーのねボリバレントプレイヤー先生でございますけれども、今日も一つよろしくお願いします。お願いいたします。今日のチームは津源金沢でございます。よろしくお願いいたします。それではポイントから伺いましょう。はい、一点目。庄司ほのやの枠を埋めるのはセレッソ大阪 U18 から来た後輩。2点目、はい、戦力バランスそのままに若さを保ち出したメンバー。3点目、垣田とクルーニーの双剣にかかる得点力。4点目、3人目4人目の動きまで持ち込めるか。この4点となっております。わかりました、はい、それでは開けてみましょう。津源来ました。さあ先生のね遊び心たっぷりクリエイティブな活動たっぷりの予想フォーメーション、そしてポジションごとの番手が右側に出ております。詳しい図の見方色合いに関しまして上に出てます。おすすめのところに出ております表の見方クリックしてみてねということでございます。それでははい、授業お願いします。よろしくお願いします、キーパーから。キーパーはですね、まあ新しく来た選手も2人いますけど、基本的にはまあ白井選手がリードしている状況なのかなといったところでございますので、キーパー以上にですね、まずディフェンスのところをだいぶ僕は変えてみたところがありましてですね、本当であればというか普通に考えたらというか、まあ作田広いじゃないのかよっていうところはあると思うんですけれど、ここをですね、2人、まあ若手の2人にちょっと僕は変えてみました。山本、石尾と、そしてこの石尾選手、彼がですね庄司ほのや、いわゆる去年の金沢のスタメンですよ、彼の枠を埋める、彼を継ぐ選手になるかと思っております。なるほど。庄司選手はもともといわゆるセレッソからのレンタルで来てたんですが、この石尾選手、いわゆる彼もいわゆるね僕の好きだというか2000年世代、2000年世代のメンバーになるんですが、彼ですねセレッソ大阪 U18、いわゆるセレッソ大阪の U23 でプレーしてたんですよ、J3。ただ上に上がらず金沢を選択しました。なるほどですね。まあ同じねセレッソで言えば鈴木斗一選手が高校2年生から3年生に上がるときに長崎総会行って、で今回湘南行きましたけど、それとちょっと似ててプロに上がるときにセレッソを選択せずに金沢に来たと、そして金沢でスタメンあるかもなと、まあある種先輩の背中を追っていけるってことですもんね。いいモデルケースでそれをクラブも期待してると。そうですね、ありえるんじゃないかなというふうに思っております。なるほど。やっぱ若手企業でおなじみのねノーミルク監督ですから若手にチャンスを与える、またチャンスを与えるノーミルク監督ですから。なんで与えられるのかってもう一個あるんですよ。だってベテラン実績もある広井&作田、この2人がいるからこそ、じゃあ山本&石尾ちょっととりあえず抜擢してみようってこともできるし、だから相手次第ですよね。いわゆるベテラン2人で行く時もできるし、おい見てろよと俺らの背中をと、でもしくはそれぞれバランスよくですね若手とベテランというコンビネーションで行くこともできるんじゃないかと思ってるんですよね。そして続いてサイドバックです。サイドバックは左に沼田圭吾選手、右に小島正也選手を入れております。でただですねどちらかにおそらくは毛利選手が入るかとは思ってます。ただどっちもできるんで、できちゃうんで、まあまあ一応念のためにっていうところで控えの2番手に両方と入れております。なるほど。どっちもできるんだもん高い次元で来年 J1 にだってもうしょうがないと思ってるよこれは。なるほど。先生がすごい愛に満ちた楽しそうな顔されてたんで思わず微笑んでしまいましたなるほどなるほど、いいな先生は楽しそうだな。はいというところでちょっと戻りましょうか、続いてボランチでございます、ボランチですね、梅橋選手と藤村選手と置いております、藤村選手は今回ね、いわゆる完全移籍化ということで仙台から金沢へ、完全移籍という形になりましたが、まあ、金沢にはそのまま残るっていうような状態なので、まあ、梅橋選手がいわゆる DMF 型で、CMF として藤村選手を置いて彼がいわゆるゲーム全体をコントロールする形になっていくかなといったところです。ただ、これ J2 の違うところでも話してるかなと思うんですが、CMF と DMF あんまりどっちでもいいんじゃないかなと思ってます。このリーグにおいてはもちろん大事ですよ、大事なんだけど、結局求められることが似てるんですよね、まあこれはもう J1 行ったら全然違うことになりますけど。なるほど、似てる。 J2 においてはそうだってことですか。そうですね、分かりやすく言うとどういうことなんですか。ですね、いわゆる CMF 型を例えば2人並べて、例えば相手のちょっと守備がちょっと脆いようなチームであれば、もう CMF 型の選手を2人並べて、じゃあ2人でも攻めに行っちゃおうぜっていいし、相手の攻撃がちょっとやべえような感じであれば DMF 型の選手を2人並べてっていうことも結構できたりするので、なんで必ずしも例えばガンバが分かりやすいですが、遠藤選手と今野選手ってまあ分かりやすいじゃないですか、攻撃と守備のタスクが。なんですが、J2 だとその攻撃と守備っていうものをそれぞれ必ずしも 1-1 っていう状態には置かないで、0-2 とか 2-0 っていう状態でやった方が勝ち点の確率は上がるという形になってますよね。なるほどね。感覚としてはなんか分かります。そうなんですね。まあ、ただ、まあ、バランスよくっていうところでいけば、これが一応基本のスタメンのベースと思っていただければいいかなと思ってますね。で、続いてですね、攻撃的なミッドフィルダーいきましょう。右、もう説明不要、清原翔平。もう金沢の顔ここにありといったところですから。で、左に加藤選手入れておりますが、例えば清原選手をちょっと例えば前に上げたりだとかってこともできるし、清原選手を前半からハードバックしてもらって、後半30分は金子選手に行ってもらうみたいなパターンもできるかなとは思ってますね。で、一番前でございますよ。もうここですよ。今期の金沢の見どころオブ見どころオブ見どころオブ見どころ。すごいな。そうなんです。鹿島からね、今レンタルできてる柿田選手。彼が僕は今年13得点？あると思う。そんな細かい予想まで。そんな行きますか？行く。2桁は行く。得点王レベルじゃないですかもう。行く。絶対のレベルで僕は推した。金沢の柿田選手大注目？ただなんですけど、これをね、もうね、柿田選手に僕ね、頑張ってもらいたいっていうのがいろんな意味であるんですよ。もちろんこの金沢にも何年もいるんで、この金沢のチームを引き上げてほしいということもありながら、今僕は柿田選手は鹿島から来たと言いました。はい、鹿島の頭にちょっと皆さん一瞬だけ切り替えてみましょう。鈴木優馬、セルジーニョ、そして今回上田綺世が入りました。で、その他伊藤翔がいる、土井翔馬、いすぎじゃないですか。確かにフォワードだけで、他にも多分山口選手、金森選手、有馬選手、みっぱいいて、こん中で俺どうすんのさってなるんですよ、彼からしたら。帰れないかもしれないです、このままいくと。ってなったら、最後やることは平戸選手のように J2 で圧倒的な成績を残す。なるほど。そうすると鳴り物入りで帰れます。いやー、そうか、町田でね、去年やったように。そうです。で、だからもしかすると帰れないの可能性もあるってなったら、やっぱり金沢の人により認めてもらうためには大活躍。そうだね。じゃあ金沢よりも、でも金沢にもいられないかもしれない、 J1 鹿島にも帰れないかもしれない、ただ個人昇格もあるってなったら大活躍しかない。まあモチベーションも高いしね、今年のね柿田はやります。なるほど、そこに注目。で、その相方としてやってきたのがクルーニーという選手なんですね。クルーニー、もうね、もうなんか名前からちょっとなんかかっこよさにやってくれそうな感じもある。オーシャンズイレブン的な、はいね、オーシャンズ50なんかね、ゾーン40にいますから、なんかね、どうやらね、このツートップなんか練習から見ても破壊力抜群そうなんですよ。あ、そうなんで、後ろ頑張ってアシスト、彼ら2人でどんどんどん見える。マジっすか？見える。マジっすか？見える。ちょっと開幕戦栃木じゃないですか。栃木としてみれば、栃木会でも話しましたが、守備が大事、入りがね大事っていうことでね。そうなんですよ。なるほど。だからそのためにも3バック4バックでの可変型で対応して、できる限りもうやばい2人だから、もう4バックにしておいて、誰かそれこそもうワンマークレベルで彼らにつき続ける人間がいてくれればいいんですよ。なるほど。で、彼らはこの柿田選手、クルーニー選手はそう来ることを分かった上、そこにスペシャルワンなんだ俺はっていうところでドンと乗っけてくれば、攻防も見ものと。すいません先生、初の別のチームの話をしてしまうという、初の授業内に対戦チームのことを質問してしまうという。言ってしまった。すいません。まあ、ただですね、これこんな感じで、まあ今のはなんでやったかって実は理由がありまして、だんだん皆さんをそのプレビュー型、レビュー型のことを今後やっていくわけですよね。こんな感じでやっていくんだよ。もうちょいデータとかも入れるけど。まあこんな感じでやっていけるよと。なるほどなるほど。シーズン始まってからも楽しみです。はい、といったところでございます。そろそろね10分ぐらいいったと思うので、2ページ目に行きましょう。はい、行きましょう。こちらです。ドン。さあ出ました。ウォールを取った時取られた時、そしてローテーションメンバーと書いてありますが、お願いします。今回ちょっと変えてみました。はい、ポジティブトランジションとネガティブトランジションではなく、試合終盤としておきました。終盤。はい。でローテーションメンバーっていう形の3点にしてあります。なるほど。ポジトラはそのままね、基本軸のメンバーと変わらないんで、そのまま見ていただければ大丈夫です。で試合終盤、僕だったら誰を変えるのかってところですね。後ろのメンバーは変えておりません。変えたのは柿田選手、加藤選手、清原選手の3名、彼ら3名には前半からもうハードにもうバーッともうぶっ飛ばしてもらって、はい、そこでもう残すは加藤選手を杉浦恭平選手、金子選手を清原選手に変える、はい、はい、で柿田選手を小松選手に変えます、そうすると何が起こるのか。クルンニー選手に関しては真ん中でできるだけ中央でこう陣取ってもらうのが一つポイント、はい、で柿田選手も小松選手もハードワークもできるようなストライカーで、よりその終盤に生きてくるようなハードワーク、フィジカルの強さを持っているのが小松選手で、左からのアタッキングを得意にしているのが杉浦選手、で右から右足でいけるはずなのに外回ってきてなんかぶんどっていくような形のアタッキングができるのが金子選手。なるほど。はあ、はあはあ、なんでいわゆる前後にこう揺さぶられたりするのにやっぱり弱いじゃないですか、終盤になってくると。なんで清原選手でこう内と外をうまく使い分けながら、今のね、例えば12っていうポジションからこう15、14に入り込んでいくのが清原選手だとすれば、金子選手は15から14っていうようなゾーン14に行くんではなく、15から18に突進してもらった上で、さらにそこから内にこう切り込んでいく、そんなスタイルをやっていただければなと思っています。なるほど。いろんなオプションを先生見えてですね、頭の中で。そうですね、はい、一番右のローテーションメンバーはまあ大体こういうポジショニングでやっていくんじゃないかって、まあ仮案みたいなものなので、ぜひぜひね、あ、なるほどねとだけ思っていただければいいかなと思っております、そして、一番下の段いきましょうか、こちらね、シュート成功、チャンス構築、ピンチ対応、シュート対応のところ、見ていきましょう。データの部分ですね、2018年の金沢は FDSC と、ディフェンス良さげ、シュートがっていうような感じでした、ただこれが、やっぱりね、いろんな選手加入したことによってちょっと変わり、FDSC が DDBB、D がちょっと見にくいですけど、だいぶ上がってるってことですね、これね。そうですね、シュートのところが上がると思っております。攻撃力がね。はい、チャンス構築とかも、なんで D なのよって、なんか清原いるんだから、もっと上じゃねえのなんて思われる方多いと思うんですけど、なんで D なのか、いわゆる数とか成功率で言うんだったら、金沢は悪くないと思ってます。ただ、攻め込まれる可能性は多い。なるほど。単純に。理由、J2 のやっぱり強い組、本当に今年絶対 J1 上がったるんだみたいな組、ちょっと量が多すぎますね。柏、大宮、徳島とか含めて戦国ですね。そうで、あと僕はやっぱその金沢好きなチームではある、まあ正直全部好きなんですけど、で好きなチームだからってところもあるかもしれないけど、単純に本気度だとか、あとやっぱり監督のその戦術のレベルだとか、海外からやってきてる国ももう多くなってきたじゃないですか。やっぱり福岡もそうだし、ベルディもそうだし、千葉もそうだしとか考えていくと、別に彼らに劣ってるかって言われたらそういうわけじゃないけど、彼らからすればいわゆる狙える隙はまだまだある金沢には。なるほど。ただ間隙を縫って攻撃カウンターしに行くだけの策ももちろん持ってるけど、ただ攻め込まれる部分があることも忘れちゃいけない、自分たちが強いんだっていうところよりかはやっぱりまだまだチャレンジャーだから、そこは思ってていただきたいなというところでございます。ただそれでも一桁はいけると、目標としては一桁狙えると思っております。なるほどですね。はい、ですね。なので去年は得失点プラス4というところでしたが、今年はもうちょい上、もちろん倍、もういわゆるもう2桁プラスぐらいを目標にやっていってほしいなと思っております。先生のこの並々ならぬ金沢へのちょっとね、熱量を感じた回でしたけれども、全チーム好きなんだよ。よしこ存じ上げてますよ。そうなんだよ。でもなんとなくね、 J1 の方でこれやりすぎるとなんだよみたいな感じでこう盛り上げられても困るんだね。ああ、なるほどね。ただ J2 はだからこうしたらどうだっていう提案もっとやっぱりやっていきたいんで。なるほど、なるほど。今の歴史を皆さんにも知ってほしいし、なるほど、いいですね。そう、ただ先生一ついいですか、J1 でも愛こぼれてましたよ、すべてにね、痛い。これはまずい。大丈夫ですよこれね。クリエイティブな場ですからここは。はい、お願いします。今日のマーサのあれですね、パーカーもクリエイティブですね。そうでしょ。そう、便器かぶっちゃったみたいな。誰がわかるんですか。音で誰がわかるんですか僕のパーカー。さあ次行きましょう。世界一興味ないでしょ金沢のサポの人。あ、でもなんかこれですよね、成長を期待したい若手とビューポイントの上級中級のこの3つのカラーとマーサのパーカーの色で似てます。誰がわかるんですかパーカーの色。やめてください。じゃあ行っていいですか。はいお願いします。ということで成長を期待したい若手ビューポイントの上級中級に行きたいと思います。はい成長を期待したい若手ビューポイント上級中級お願いします。はい行きたいと思います。成長を期待したい若手、まあ前半からで分かってたと思いますが石尾選手ですね。そうですね。でやっぱりベテラン勢が多いので、なんでもちろん壁は厚いと思うんです。ただやっぱキャンプの様子から見ても、ルーキーイヤーから出場可能性が高いかなと思ってますし、はい、なんならというかこの金沢でじゃあ出場のね機会を詰めるんであれば、うん、見えてきますよ U20 ワールドカップ、彼もまた可能性です。年代別の代表経験を彼も持ってるので、もしかしたら金沢からすれば一つ問題なのが、うん、石尾選手がレギュラーを取る、やった、若い選手が取ってくれて嬉しい、あれ年代別代表呼ばれちゃったでいないの、その辺もねバランスがねってなってくると、それはそれで問題なんで、そうだねバランスが嬉しいいたしみたいなとこありますからね。そうか、あんまり行き過ぎるとねまたシントトロイデン行っちゃうしね。でもそしたらあれですよ、でそのまま代表とかまで行ったら、いややっぱり津江県金沢での経験があるのでっていうことが全国ネットに載ったらすごい。悪いことじゃないよね。いいこと。そうなんです。なるほど、循環を作るという。だからフランスとかベルギーのサポーターが今言ってるんですよ、アビスパ福岡っていうチームがあるらしいよとか。なるほど。もしかしたらそのうちツエーゲン金沢ってあるらしくてとかをスペイン人とかが話してる可能性があるわけですよ。楽しいですよね。ってことで続いてビューポイントの上級ですが、やっぱりここは柿田選手ですね。延長ですね。鹿島にいわゆる戻るではなく延長、レンタル延長となったストライカーです。で彼が前線にいることで、彼が前線に存在するか否かで金沢の攻撃量とか方法論、攻撃の方法論に変化が起こります。もともとからポテンシャル高い選手でもあったんですが、やっぱり J2 でこう何試合も何試合もこうやってきてるじゃないですか、であえて J1 じゃないからこそ J1 だったらディフェンスも果てしなく半端ないレベルがゴロゴロいますが、J1 ほどではないじゃないですかディフェンダー陣、言うて、なのでだからこそもっとこうしたらできるんじゃないかなって攻撃のアイディアがだんだん湧いてきてるのがやっぱりプレーを見てるのも分かるんですよ。なるほど。なんでそれがまあだんだん羽化してきて、そろそろ金沢における鈴木優馬みたいな感じになってくるかなと。もしかしたらこれ鹿島ファンの方々に向けて言うんであれば、あるかもしれないですね。上田綾瀬柿田優希、上田柿田みたいな時代が来る可能性があるかもしれない。何年後ですか。あったらだから1、2年後あったら。そんなすぐ。ただ柿田選手がだから金沢に残るというかもしれないし、俺は海外に行くという豊川選手のような選択を取るかもしれないし、まだ何も分かりません。それただ今年の今季本当に金沢で活躍すると僕は思ってるので、みんなで楽しみにして。どうなっても面白いですね。絶対面白い。なるほど。だってその日がもうそこに控えてるのが小松蓮選手だったりするんですけど、彼も年代別いわゆる東京世代なんですよ。彼もずっとそれこそ年代別でもう小松ってすげえんだよってずっと言われ続けて、無名から唯一なんですよ。当時また小松連会どっかでやると思うんですけど、無名からプロになったような選手でもあったりするんで、ぜひぜひ注目してあげてください。でラストビューポイントの中級ですね。清原選手です。エースが次に導くのはチームとして J1、彼は J3 から、いわゆる本当下からですよね、もうずっとこう金沢を支え続けて J2 までやってきて、ただその後セレッソに行ったわけですよ。でセレッソ行ってその後 J1 を経験してきたわけですよ。それでいて金沢に戻ってきて、もうあと彼がやることはこのチームでより自分が経験してきて、でもそんなにいっぱい経験はできなかった。だからでもそのちょっとでも得たこの経験、それを肥料にして、このチームに種まいて、このチームが J1 に上がるためにっていうところでなるほどやっていくんじゃないかなっていう、でそれで彼がチャンスを作り続けて、右からねチャンス作り続けて来るに柿田頼むぜ、もう攻撃のイメージがもう豊富にイメージできるわけですね。そうなんですよ。東京世代もかなり多くてですね、本当石尾選手、小島選手もそうだし、で柿田選手、小松選手なんかもそうだし、みんな多いんですよ。で彼らがだからどう頑張ってどうこれから幅開いていくのかっていうところが金沢の見どころでもありながら、それが J2 リーグの見どころでもある。そうなんです。だからこういう彼らがいてくれて、彼らが成長するっていうところを一緒にこの時間に体現でこう経験できる、共有できるって幸せなことですよね。だんだんあれみたいになってきました。淀川長子みたいになってきました。いやー、サッカーって本当に素晴らしいですね。いやー、ありがとうございます。今日も熱いね、講義をいただきました。ミルサッカーアカデミーは毎朝、このように配達させていただいております。もうより2019シーズンを楽しんでいただくために毎朝、配達させていただいているということなので、皆さんよかったらチャンネル登録などにツイッターもやっております。そしてこの動画にですね、いいね、高評価つけていただきますと、この津軽金沢の熱い魅力がですね、いろんな方に聞いていただけることになると思います。ちなみに今はド深夜です。はい、そうですね。遅くまでありがとうございます。はい、というわけで、毎朝講師ミルクサッカーアカデミーの上間でした。ノーミルク佐藤でした。先生、ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら、さよなら、さよなら。